どうも、ラオチンです。ペルソナ3やっていきます。よろしくお願いします。今、レアスキルの魔導の極意をつけようと頑張ってるんですけども、一向につきません。これ本当に難しいんですよね。で、魔導の極意について、新しい情報が入ってきましたので、それをやっていきたいと思います。まず、魔導の極意は、継承するのは無理です。継承ができないスキルとなってます。なので、つけたいペルソナにピンポイントでつける必要があるということですね。そしてスキルを変化させて魔導の極意を作るんですけども、スキルには表示はないんですけども、1から10のランクがつけられてるみたいです。で、ランク10のやつを、継承して素材に入れても変化はしません。ランク10のやつは変化をしないので、継承させる意味がないです。で、ランク10のスキルですけども、勝利の雄たけび、魔導の極意、魔導の才能、物理無効、明けの明星、これが、スキルランク10らしいですね。なので、このスキルを継承させても意味はありません。魔導の極意は、どんなスキルから変化するかというと、ランク8から9のスキルだったらば何でも OK らしいです。ちなみに8から9のスキルですけども、物理耐性、そして不屈の闘志で、魔導と武道の素養、そしてメギドラオンに光と闇の無効吸収反射らしいですね。光と闇以外の属性はどうかはわかんないんですけども、まあ光と闇は対象みたいなので、それを入れるようにするといいと思います。で、変化元が分かって、今朝3時間厳選をやったんですけども、出ません。出ないんですよ。やっぱりね、変化元が分かったとしても、全く出ない。まあ、それぐらい激レアなんですよ。まあ、とりあえず、今朝3時間やりました。残り2時間ぐらい今からやってみようと思います。2つ来た。どうだ？違う。また2つ来たけども、違う。ついに出ました。出た、魔導の極意。万能ハイブースターから変化しました。来た、ようやく来た、ようやく来たねー。それでは本日のおさらいです。まず、魔導の極意は、継承させるのは無理です。継承は無理なので、ピンポイントでつけたいペルソナにつけるようにしてください。そして、スキルランクが一番高いスキルは変化しませんので、継承させて変化させようとしても意味がありません。ちなみに、一番スキルレベルが高いのは、勝利の雄たけび、魔導の極意、物理無効、明けの明星、魔導の才能、これだと思います。これ以外もあるかとは思うんですけども、まあとりあえずこれは意味がないので入れないようにしてください。そして魔導の極意に変化するスキルは、スキルランク8から9のスキルなら何でも OK みたいです。ちなみに8から9のスキルは、物理耐性、不屈の闘志、魔導と武道の素養、そしてメギドラオンに光と闇の、無効反射吸収、あと、万能ハイブースターか、あれからも変化します。俺は万能ハイブースターから変化しました。はい、まあ分かったとしてもなかなか難しいんですけども、粘れば俺みたいに出ることがありますので、頑張ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。